おはようございます。5時48分、今日も最高の一日にします。おはようございます。現在5時58分です。まあ、早速体温を測ってみます。36度6分です。美味しくいただきます。朝自主練終わって今飯食ってシャワー浴びて軽くストレッチして、今からそうですね、読書とゼルビオ思考の方をやっていこうかなって思います。それではレッツゴー。一旦読書と、まあ、ゼルビオ思考の方終わったんですけど、やっぱりね、お金がないっす、今、現状。めちゃめちゃお金なくて。バイトで稼ぐっていう選択肢あると思うんですけど、まあ、実際、ただその時間をお金に変えてるだけだと思うんで、この先にスキルとして身につくかって言われると、何も身につかないと思うんで、パソコンで稼げるスキルであったり、これからも必要になってくるスキルをつけて、稼げる能力がついた時に、多分稼ぎ続けられる能力になると思うんで、それが。なんでそこをちょっとガチンコでやっていきたいかなと思ってて、まあ勉強しつつ、多分今お金があったらもっといろんな挑戦ができると思うんで、お金があるともっといろんなことに時間や投資できると思うんで、自分の人生大きく変わるなって思ったんで、まずはそこをちょっと突き詰めてやっていこうかなって今は思ってます。留学の方をしようと思ってるんで、そのためにも100万から100万ぐらいはもう貯金貯めときたいなと思うんで、もうゼロからですけど、ただゼロからなんで、本当に稼げる能力がつけば、もう今後もずっと稼いでいく力になると思うんで、なくならない限り。そういった意味でも、まずは自分で稼ぐ力っていうのを身につけていこうと思ってます。はい。ということで、サッカーの準備してきます。ヘイシリー。あ、ヘイシリー。ヘイシリ。
Hey Siri. What? から練習の方行ってきます。今日も最高の練習してきます。はい、今練習から帰ってきました。これからシャワー浴びて勉強したいと思います。まだまだ1日はこれからです。頑張りましょう。荷物届いたんで開けます。点ごとに行くかどうか帰った時にブックオフで10% オフかなぐらいにセールしたんで本めっちゃ買いました。あとはなんかチョコ入ってますね。あだっす、親が送ってくれましたね。あ、これは多分忘れ物の靴下で、あとこれは靴ですね、僕の私服の。 OK です、こんな感じっす。あだっす、お母さんいつも、お母さんいつもありがとうございます。サッカー頑張ろう、その分。はい、ちなみになんですけど買った本はアンソニー・ロビンズの自分を磨くっていうのと、トモベスさんの年上にしなさ、トモさんの志高く、これは持ってたんですけど、スペル見る前にもう一回読みたいなと思って新世界読んで持ち帰って読みました。で、友達さんのコーチング、特別式コーチング。あとはフリープログラミング。これは買って帰って読もうと思って読んだ感じですね。あとは本気の副業術と、もう言うてね。本気の副業術、明夫さんの。はい。これめっちゃいいっすよ。読みやすいですし、1日で読めるんで、これ YouTube で2000万回再生されてるんですよ。化け物ですよ。副業月収最高700万稼ぎ出してる人の本はやっぱりすごかったですね。こんな感じで読んでないのがこの立ち読みしなさいと友達式とこの4つなんで、早速後で読みたいと思います。で、さっき中見たらこんなあったんで、親にはマジで感謝です。本当に美味しくいただきます。マジで。いや本当にラスト1年死ぬ気で頑張ります。今からストレッチします。めっちゃ天気。昼飯はこんな感じです。プロテインともうちょっと
ヨーグルトです。今から読書読みます。これちょっと読み切りたいと思います。メンタリスト大吾の倒れない計画術っていう本を読んでます今は。い、はい、ある程度作業終わりました。まあ、作家ノート書いて読書して、で今6時過ぎですね、なったんで、これから筋トレ行ってきます。今日は下半身バチバチにやってくるんで、今日は3分練ですね。3分練で合計3時間ちょっと多分練習したことになるんですけど、もう関係なしです。もうやります。とにかくやりまくります。もう俺にはもう練習量しかないと思うので、体壊さないように気をつけながらバチバチやってきます。では行ってきます。はい、筋トレ終わって帰ってきました。で、筋トレ終わった後すぐ飯食って、今日ハンバーグやったんですけど、めちゃめちゃうまかったです。下宿飯出るんで、それがめちゃくちゃいいっすね。いつも美味しいご飯ありがとうございます。本当に感謝です。こっからはシャワー浴びて風呂入って、もうストレッチして、今日は疲れてるんで早めに寝たいと思います。ではまた。おやすみなさい。朝毎日水飲んでます。水なんですけど、自分はアスリートなんで毎日水を取ることを意識してて、結構体の状態とかも水取ることによって変わってて、例えば筋肉が柔らかくなったり、自分はパフォーマンスアップにつながってるなって感じるんで、水は毎日多めに取るようにしてます。はい、ということで今から朝筋トレ行ってきます。バチバチに追い込んで、まあ、練習4時からなんで、それまでに結構時間あるんで、朝もガッツリやってガッツリ成長します。行ってきます。今日もいい天気っすね。行ってまいる。はい、ってことで人生で一番無駄な時間の洗濯物に費やしていきたいと思います。で、僕洗濯物するときに毎回やってるのがラジオを流すっていうのがあるんですよ。まあ、よく僕がよく聞くのは、西野さんの YouTube のラジオを聞いたり、あと最近秋尾さん、秋尾ブログの秋尾レディオっていうのが出たんで、それ聞いてます。結構面白いんで、皆さんも2つとも結構学べる要素めちゃめちゃあるんで、ぜひ聞いてみてください。まあ、僕一番好きな人生で一番好きなのはリチャード・ドーキンスっていう利己的な遺伝子というか、これがね、衝撃大衝撃
食す。いただきます。ワンタッチ。いただきます。キャプテンマークのアスピリクエタ。2列目右スタートのハドソン・ゴドイ。さあ、ガンガスさん、トゥヘルの、まあ、新たなゲームですけれども、まあ、4-2-3-1組の。はい、サッカーの書き終わりました。今から練習前のストレッチと軽く中部の体幹で刺激入れます。でこれは練習後のプロテインバーとおにぎりです。練習後の補給30分以内に食うことで栄養をめっちゃ取れるんで、スポーツやってる人は30分以内に補食取るの意識してみてください。はい、ということで準備終わったんで今から練習行ってきます。今日もバチバチに追い込んでしっかり今日も上手くなって帰ってきます。行ってきます。はい、部活から終わって帰ってきました。で今6時45分ぐらいなんですけど、7時半から飯あるんで、それまでがっちり筋トレやろうかなって思ってます。はい、じゃあ飯までレッツゴー。今腸腰筋のトレーニングします。僕は腸腰筋の力ないんで、はい、ないからこそ頑張ってます。で腸腰筋って何に使うかっていうと、短距離とかスピードですね。スピードの時にももを上げる使う筋肉、僕はめちゃめちゃここが弱いんで、ここを逆についたらスピードは上がると。なんでしっかり鍛えます。レッツゴー。筋ももうちょい終わりたいですね。全然こんな感じです。体こんな感じです。ちょっと1年間通してごつくするんで、フィジカルでモンスターになろうと思うんで、もっとつけます。はい、なんで楽しみにしてください。じゃあ飯食ってきます。はい、ストレッチ終わったんで、サッカーノート書いて、日記書いて、でその後、読書してから寝ようと思います。今日もバチバチに追い込んだんで、はい、最高の一日でした。とりあえず、サッカーノート書いてきます。11時19分です。今日も最高の一日でした。おやすみなさい。